大阪弁護士会は日本に50にある弁護士会の一つである。大阪府内の法律事務所に所属する弁護士約4700名が所属している。これは東京都の弁護士会の約2万名に次ぐ数字であり、両者を合わせると全国の弁護士数の半数を超えることになる。1880年5月に結成された大阪組合代言人という組合が前身である。 その後、弁護士法の改正などに伴い、大阪地方裁判所所属弁護士会、大阪弁護士会と編成し、1949年に現在の弁護士法が施行された時から、現在の組織となる。大阪弁護士会が運営している法律相談センターは、大阪府内に6カ所あり、法律相談料は30分以内で5400円。 クレジットサラキンの借金返済に関する相談は30分以内無料。労働者側の労働事件に関する相談は初回のみ30分以内無料である。1992年に設立された仲裁センターが前進。2007年9月に裁判外紛争解決手続きの実施機関として法務省から認可された。ADR 法に基づく認証機関は 弁護士会による総合的な ADR 機関では全国で初めてである。弁護士会別会員数。日本弁護士連合会。2020年5月2日閲覧。ありがとうございます。